こんにちは、トガチビの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はファミリーマートでこちらプレミアムチキン買いました。これをいただいてみたいと思います。お腹が減ったのでですね、何か食べようと、ちょうどお昼の時間なんで何かを食べようと思って買ったのがこちらです。ファミリーマートのプレミアムチキン、消費税込みで190円です。なかなか、コンビニの食べ物にしてはいいお値段するんじゃないでしょうか。これをいただいてみたいと思います。チキンのですね、このドラムになってる部分です。ケンタッキーとかでもありますけどね、このファミリーマートで売ってるやつです。私あの兄弟がいましたんで、下に妹がいましたんでですね、こういったチキンっていうのはいつもケンタッキーのチキンはドラムの部分は私食べなかったんで、これをいただきたいと思います。兄弟がどうしてもね、年上の方はドラムになってない部分だと思いますんで、いただきます。これね、見た感じもね、肉厚。いただきます。うまっ。やっぱりコンビニのナスプって味が濃くて、いや、うまいなこれな。うん、うまいわ。すんげー食べ応えある。こんな感じ、もう完全に食べかけを映したって申し訳ないんですが、こんな感じです。味の濃さとこのお肉のプリプリ感、これがたまりません。軽トラで撮影してるんで、人が前とか通ると結構音が外に出ると思うんですよね。だからちょっと恥ずかしいですが、それも食べてます。うん、うまい。味も濃い感じで最高です。これ夜お酒飲みながらだったらもっと合うね。うまかった。でもありがとうございました。ごちそうさまでした。よし、うまかった。でそこのゴミ箱捨ててこよう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。